はい、みなさんこんにちは、しなたんです。新年明けましておめでとうございます。2018年最初の動画になります。で、この新年一発目の動画何やろうって考えたんですけど、やっぱりなんかその2018年の目標とかそういうのもいろいろ話していきたいなと思っております。で、この前ライブをやっていた時に何やろうかなって話してたら、なんか今年犬年っていうことで犬メイクが見たいっていうコメントが来ていたので、ちょっと、軽く今年の目標とかを話していった後に犬メイクをしていこうかなと思います。はい、というわけで、去年2017年の7月ぐらいでしたっけ、夏休みに YouTube を始めて、まだ半年も経っていない、半年ぐらいかななんですけど、本当にたくさんの方がチャンネル登録してくださって、いつもたくさんの方に見ていただいて本当にありがとうございます。また今年もたくさん動画を出していきたいなと思っております。ということで、2018年もどうぞよろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数が5万人いけたらなと思っております。私もそのためにちょっといろいろ頑張るので、ぜひぜひこれからも見てください。はい、というわけで、もう早速犬メイクをしていきます。ちょっとどうなるかわかんないんですけど、あ、で、今回やろうと思う犬メイクが、スナップチャット の犬のフィルターのメイクをしていこうかなと思っております。で、今もうすでにメイクしているので、この上からちょっと付け足していこうかなと思います。はい、ではやっていきます。まずジェリーの付録についていた、このエモダとジェリーがコラボしたブラウンのフェイシルアイライナーを使って、ここにそのなんて言うんだろう、犬特有の感じのやつを描いていきます。はい、こんな感じですかね。なんかもうこれだけでも犬っぽいですよね。はい、で、ここからはこのキャンメイクのパーフェクトマルチアイズ02番を使っていきます。この色をちょっと使って中を色付けていきます。でもうちょっとなんか細かく影とかつけていきます。そしたらこの明るいので光を入れていきたいと思います。そしたらまたこのブラウンのペンシルアイライナーで鼻を描いていきます。はい、そしたら次この黒の、私はレブロンのカラーステイアイライナー、福袋に入っていたやつを使っていきます。多分ペンシルタイプの方が描きやすいかなと思うので、続いて黒を使って鼻の穴を描いていきます。これは多分自分の鼻の穴を一回り大きくすればいいかなと思います。ちょっと鼻改造します。で、真ん中にちょっとなんか線があるのでそれも描いていきます。これブラウンです。さっきのキャンメイクのアイシャドウのこの一番濃い色を使って鼻の中埋めていきます。はい、そしてまた鼻のてっぺんに光を入れていきます。はい、今こんな感じなんですけど、この次最後にここにスプツを、鼻、なんだろう、これヒゲかな、ヒゲの穴からなんかを描いていきます。ではまたこのブラウンのペンシルアイライナーで描いていきます。まあこれは適当に
はい、こんな感じで完成しました。どうでしょうか。意外といけてますね。はい、ちょっと近くで見ると本当にすごくね汚いんですけどはい、こんな感じで犬メイクできました。今年1年もどうぞよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。今年1年よろしくお願いします。